こんにちは、スマッシュ TV です。 2B とは2021年3月に元ジャニーズ事務所副社長でありタレント、俳優、演出家として活躍する滝沢秀明さんが設立したアーティストプロデュース会社です。 2B は Together One Big Entertainment の略で、一緒に大きなエンターテイメントを作り上げるという意味が込められています。また 2B は滝沢さんがプロデュースする舞台やコンサートなどの制作運営を行うほか、アーティストのマネジメントや育成も行っています。次に平野翔さんと神宮寺勇太さんの 2B 移籍の経緯と今後についてです。平野翔さんと神宮寺勇太さんはもともとジャニーズ事務所の人気グループキング&プリンスのメンバーでしたが、2021年5月22日に同グループを脱退し、同時にジャニーズ事務所を退所しました。2人は自身の活動方針や将来像についてジャニーズ事務所と折り合いがつかなかったことや、滝沢さんとの関係性が深かったことが退所の理由とされています。2人は退所後しばらく表舞台から遠ざかっていましたが、2021年6月20日発売の週刊女性が2人が 2B に合流することを報じました。記事によると平野さんは新たな事務所を立ち上げ、神宮寺さんは同社に所属する形を取り、2人は 2B とエージェント契約を結ぶという話です。これはそれぞれが家族も含めて何度も滝沢さんと打ち合わせを行った末の決定で、7月には正式発表予定とのことです。7月2日には三宅健さんが株式会社 2B の YouTube チャンネルで行われた生配信に出演し、同社の一員として活動していくことを発表しました。このことから平野さんと神宮寺さんの件も7月中に正式発表される線が濃厚だとされています。また2人の 2B 契約はジャニーズ事務所にとって大きな衝撃となりました。2人はキンプリ時代に多くのファンを獲得し、グループの中心的存在でした。また2人は滝沢さんプロデュースの舞台滝沢歌舞伎や滝沢歌舞伎ゼロに出演し、滝沢さんから多くのことを学んできました。一方で2人の 2B 移籍はジャニーズ事務所内での派閥問題や退所ドミノを引き起こす可能性も示唆されています。ジャニーズ事務所では滝沢派と藤島ジュリー景子社長派に分かれていると言われており、平野さんや神宮寺さんなど滝沢派のタレントが次々に退所することで、社長派のタレントが優遇される傾向が強まる恐れがあるということです。また平野さんや神宮寺さんが 2B 移籍することで、辞めたいけど辞められないという状況にあるタレントにも退所決断の後押しがされる可能性もあります。そして2人が 2B 移籍した後はどのような活動を展開するのでしょうか。現在はまだ詳細は明らかにされていませんが、週刊女性の記事では 2B は大手レコード会社から2組をデビューさせることが決定しており、そのうちの1組が平野さんと神宮寺さんのユニットだという話もあります。また2人は滝沢さんプロデュースの舞台やコンサートにも出演する予定で、滝沢さんと共に海外進出も視野に入れているという話です。そして2人はジャニーズ事務所時代には制約が多かったが、 2B では自由に活動できると期待しているようです。2人の 2B との契約はファンにとっても喜ばしいニュースでした。2人が 2B に合流することで滝沢さんとのコラボレーションや新曲新作の発表などが期待できます。また2人は 2B では自分らしく表現できると思っているようなので、ファンも2人の新しい魅力を見ることができます。そして2人の新曲のプロジェクトを手掛けるのは有名アーティストに作品を提供する大物作曲家なのだそうです。滝沢さんがジャニーズ事務所にいた頃から信頼していた人物で、滝沢さんが退社した後も連絡を取り合ってきたそうです。すでに制作は始まっていて完成のめども立っている、大手レコード会社と契約したとの話もあり、そう遠くない未来に具体的に発表される可能性もあるようです。滝沢さんは一貫して沈黙していますが、6月上旬に平野さんの故郷愛知県を訪れています。現地のラーメン店 A で好物の辛味噌ニンニクバターラーメンを注文し、
その時に撮影した写真を SNS にアップしました。滝沢さんは昔から名古屋のラーメン店が大のお気に入りで、特にこの A は日本で一番好きなラーメン屋と公言していました。ジャニーズを退社する前は名古屋で滝沢歌舞伎の公演があるたびに A を訪れ、スノーマンにも勧めていたほど、東京のホテルに名古屋から取り寄せたこともあるといいます。もっともこの日はいつもと様子が違っていたそうです。愛知に A は2店舗あって、滝沢さんがいつも行くのは名古屋にある本店なんです。ところが6月上旬に行ったのは別の市内にある店舗、平野さんの親族が経営する会社から至近距離にある店で、当日は 2,3 人の方と一緒に美味しいと言いながら食べていました。スタッフの方も本店ではなくこっちに来ることは珍しいと驚いていました。同じ頃、平野さんと神宮寺さんも名古屋付近で目撃されていたという話です。 SNS でも目撃談が浮上し、滝沢さんと彼らが愛知で会っていた可能性が指摘されていました。直後に週刊女性に平野さんと神宮寺さんが7月にも滝沢さんと合流することが報じられたため、ファンが騒然となりました。別の芸能関係者が語ります。9月いっぱいでジャニーズを退所する岸優太さんもゆくゆくは滝沢さんと合流するのではないかと言われています。その場合 2BE に所属するのではなく個人事務所を立ち上げ、エージェント契約を結ぶことになるのではと言われています。また8月31日をもってキスマイフット2の北山博光さんも退所します。滝沢さんを師と仰ぐ北山さんも何らかの形で合流するという声も上がっています。北山さんは滝沢さんに手紙を書いて、何かあればいつでも駆けつけますと宣言していました。退所を決めたのも滝沢さんについていくためだったと言われているほどです。また滝沢さんは来春にも大阪や名古屋、福岡などの複数のドームを抑え、大規模なイベントを行う計画を立てているそうです。 2BE には大手広告代理店と PR 会社が出資する話もあるそうで、今後もコンサート会場の利用やアーティストの CM 出演に制限がかけられることもないでしょう。滝沢さん率いる 2BE が一夜にして芸能界の勢力図を塗り替える可能性もありそうですね。その流れを決定づける平野翔さん、神宮寺勇太さんの再始動ソングに業界中の視線が集まっているようです。今後の動向に注目ですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。